はい、どうもフメイドです。今回ですけども、1億セレボ積む緑炎の魔獣マレフィセントドラゴンを使ってリアルなコイン稼ぎやっていきたいと思います。こちらね、もう過小評価されてるんですよね。はい、期待値が高かった分。ただね、まあ普通にまあまあ強いっすよっていうのはまあ伝えたくてですね。であとね、まあスキルマックスだと、もうまず小強だけで40小強超えだし、あとはもう変化した妻は前の妻消すということで、まあ爽快感は半端ねえぞということでやっていきましょう。はい、まあ割と強いんだけど、あのまあそれこそ上腕の鏡とかそこら辺と比較すると、まあさすがに弱いぞというところではあるんですけど、見ててよこれ。あ、ほら、これですよ。で、この消去数47、強やばない。ただね、マイナス補正があるんですよね。そこがちょっと辛いところであります。ほら、ほい。さあ、ちょっとぐだっちゃいましたけど、いいね。まあ自分使うと、まあそれでも7000円平均とかなっちゃうかな。ハマればね、いいんですけど、ハマらないと辛いこともある。はい。いやー、でもめちゃめちゃ気持ちよくないですか、この消去。ただ変化したツムが、まあなかなか思ったようにつながらないっていうのはある。つながってほしいんですけどね。消えた後にね、ツムが見えねえんすよ、残念なことに。そう、もうちょっと落ち、もうちょっと落ちてから変化してほしいんだけどさ。どうでしょうか、運営さん。はい、とりあえずモアフィーバーいける状況下で、あ、なんてもったいないことをしてしまったんだ。やべ、7000枚だな、これ。7000枚いけばいいやぐらいだな。7000枚いかなくね。え、今ガント光ってたよね、気のせい。ちょっと待って、もうちょっと強いっす、もうちょっと強いっす、すいません、もうちょっと強いっす、すいません、これは違うっす。これは違うっす。ちょっとリアルすぎてやだな。もうちょい稼ごう。いや、7000いかんかったし、マジかよ、最悪やん。おい、いけ。もうちょっと稼ぎたい。スキルがね、回ってくれればいいんですけどね、回らないんすよ。あと補正がやっぱ強いのがね、
まあちょっと辛いところでありますけども。消去数がいかれちゃってるからね。これちなみにね、あの今ゲーミングヘッドホン、レイザーってメーカーだったかな、のイヤホン使ってるんですけど、充電音半端ねっす。めちゃめちゃ半端ね。ほい、やべえ、また7000枚いかないんじゃないこれ。使っちゃったけど、もうちょっと周りの積む、よし、いけ、うい、43。この変化した積むもさ、もうちょっと安定して大消去狙えればいいんすけど、よー、45はあっちいいね。いや、さすがにこれはね、1プレイ目は超えるわ。1プレイ目はちなみに何枚でした。全然覚えてねえ。300枚ぐらいでしたよね。もう超えたやん、やったー。あとはどこまで伸ばせるかか。51。なぜや58ということでね、ちょっと微妙な結果になっちゃいます。1プレイ目がちょっとひどかったっすね。下手くそでしたね。いやでもね、爽快で強いんすよ、まあまあ。まあなんで、まあ、もうちょっとスキルループしてほしいのと、マイナス補正弱ければなとは思いますけど、どうですか、ちょっと使いたくなりません？めちゃめちゃ強いわけじゃないですけど、爽快感は半端ねえと。ということで、はい、緑炎の魔獣マレフィセントドラゴン、使っていきました。はい、自分が使ってね、いい時8500とかそれぐらいいけました、54のみで。はい、ということで、皆さんも使ってみてください。最後までご視聴あざした。バイ。